せーの、明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。エヴァグローさんの、ファーストを歌いながら今回踊ってカバー2人でモアニとやりました。はい、この曲は私たちが韓国にいる時からすごいずっとやりたいっていうふうに言っていて、でもダンスがすっごくハードなので歌いながらライブでやるってなるとちょっと大丈夫かなですね。心配してね、曲も結構壮大な感じで、うん、構成とかもすごく、派手な感じの曲だったので2人でやりたかったんですけど、ちょっと心配だったんですけど、でも、ね、やっぱりどうしてもこの曲でやりたくて2人で挑戦してみました。はい、このライブプラクティス動画はよくイッチさんとか、あと MCND さんとかが、YouTube で動画出してると思うんですけど、私たちも、ね、頑張って、ライブプラクティス動画に挑戦してみたいと思います。頑張ります。頑張ります。結構、キーも高いところがあったりとか、で、もうとにかくダンスがずっとハードになって息が上がっちゃうんですけど、それでも頑張って練習したので、いいパフォーマンス、かっこいいパフォーマンスを皆さんにお見せできたらいいなと思います。頑張るぞ頑張るぞ。おお2人のエヴァグローさんのファーストどうでしたか？どうでしたか？今回2人でプラクティス動画を撮らせていただいたんですけれども、本当にハードでね、もう裏返る、もうね、最後の方にサビの後半くらいからだんだんもう疲れてきて息が上がってきて、最後ダンスプレイとまで、そうなんです。楽しかったです。楽しかったです。やっぱずっとやりたかった曲なので、今回できて本当に良かったです。私の抱負はもっと皆さんに、私が、歌ったり踊ったり、それこそ歌いながら踊ったりライブをしている姿を皆さんにお見せできたらいいなって思います。そのためにはもっと歌、ラップ、ダンスとか磨いていって、ステップアップしていけたらいいなと思います。私は今年、アメリカの音楽大学に少し留学しに行くんですけれども、そこでもうた
たくさん毎日音楽に浸って、もう、ボーカルのスキルをめちゃめちゃ上げて、ボーカルのスキルを上がるように、上げられるように、日々努力して練習するので、皆さん、期待して待っていてください。どうしたの今日のテンションなのたち。頑張ります。スパーナイはい、今年1年も私たち頑張って参りますので、はい、応援よろしくお願いします。バイバーイ。